ではプールビルについて、浅井助手さんに聞かせていただきます。よろしくお願いします。早速噛みましたけど、あの今めっちゃ音楽流れてますけど、これは何流れてるんですか？モーツァルト。モーツァルト、はい、いつもここはそういうクラシックが、クラシックが流れてる。へえ、すごい。なんか春の風が通っててすごい気持ちいいですねいい環境でいるんやね。ということで、まあ、前奏、はい、びっくりする到着でしたけれども。そうですね。どんなお気持ちでした？正直勝ったと思ってなかったのであ、そうやったんですね。勢い的にはうちのノーアの方が勢いがあったので、はい、ちょっと負けてるかなと思って嬉しかったです。あ、嬉しかったですか、はい、すごい強い内容でしたよね。うちに入ったところ好意のうちでじっとしてうまいこと外出して差し切ってくれたんで、まあ、内容的には完璧な内容やったと思ってます、ね、すごい、まあ、興味を持ってくれてる感じがするんですけど、いつもこんな感じですか？そうですね、この子は比較的かなりおとなしい子なので、人懐っこいですね。可愛いです。あ、でもまだちょっと誰この人っていう顔してる感じがしますけど、その前奏から今までのこの中間はどんな感じですか？そうですね、前奏競馬終わった後も疲れもなく順調に進められたのは良かったと思います。どんな調整とかされてたんですか？まあ、普段と変わらない、まあ、3日ぐらい引き運動だけで、あとは普段と一緒の状況で、秋山ジョッキーとのこうコンタクトも取ったり取らなかったり。秋山ジョッキーは当週に乗ってもらう予定なんで、それまではまだ一回も乗ってもらってないんですけども。じゃあ来週に乗るという。来週の、はい、もう大きい。今本当ね、ここまでのレース結構揉まれたり強いレース見せてくれてますけど、やっぱ一番の強みってどこになってきますか？この馬はレースセンスの良さが一番で、まあ、あと勝負根性がねすごくある馬なので、ちっちゃい体の割にはね頑張ってくれてる、うん、前走でちょっと馬体重もちょっとだけですけどね減ってるの。あ、そうですね。今は増えてたりしますか？あ、今はもう戻って10キロぐらい回復してるので、おいつもと一緒のこっちにいる時の体重とほぼ変わらない。あ、そうなんですね。順調に来てると思います。お待ちになった大花賞になりますけれども。そうですね。どうですかね、距離コース。距離に関しては全然心配してないんですけども、ね、まあ、コースもね、どこのコースでもそれなりに走ってくれる子なのでどんどん浅井さんと距離遠くなるよ、稲取力を出してくれるんじゃないかなと思ってます。すごい注視かけましたね今ね普段 なんか呼び名とかあるんですか？なんて呼んでるんですか？まあ、ないですけど家ではプーちゃんって呼んでます。プーちゃん、かわいい。これちょっとテーブル上で呼びたいですね、プーちゃん今ちょっと撮ってほしいですね。そうですね、頑張ってほしいと思います。じゃあプーちゃんの思いと皆様にメッセージをお願いします。ちっちゃい女の子ですけども一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張れプーちゃん。すごい押してくる噛まないですね全然かわいいよいしょ、おー恥ずかしい中